写真家の中村隆です。クリエイティブオールで行われている写真展幸せのひとときの作品解説をしていきます。はい、まずはこのハガキにも使わせていただいております、作品の解説からしていきたいと思います。ご飯食べ終わって日がちょっと天頂からずれた頃の時間ですね。その時間になっていますと、こう芝生のところに木漏れ日の綺麗なこうまだら模様ができていて、でこう裸足で遊んでいる時とか、特にもう外でこう自分が楽しいものを見つけて遊んでいる時っていうのは、写真撮るにしてもできるだけ声をかけないようにはしています。声をかけなければこう自然な表情を撮りやすい、特に遊んでいる表情を撮れるようになっていくので、本当に声をかけるのは、危ないよ、そっちに行っちゃダメだよみたいな時以外は声をかけないようにして撮影をしています。 OMD EMA Mark III を使用していますけれども、シングルオートフォーカスでこうピント合わせてしまうと、毎回こう半押しして離して半押し離して、これだとシャッターチャンス逃してしまうことが多いので、コンティニュアンスオートフォーカスですね、常にこう追い続けてくれるようなオートフォーカスを使って撮影することが多いです。こういうちょっと日陰に入っていくような時だと、A モード絞り優先オートだと、こうシャッタースピードが遅くなってしまう可能性があって、こうどうしてもブレてしまうってことがよく起きるので、この時はですね、800分の1秒を使って撮影していますけれども、シャッタースピード優先オートを使って、とにかくぶらさない、ブレてしまわないっていうことを注意して、この設定にしています。また下の芝生がちょっと緑、特に右の方にはちょっとコルク地の、木のかけらがこう敷き詰まっていますので、画面全体ちょっと暗くなりやすい被写体が多いので、露出補正プラス1にすることでちょっと爽やかなすっきりとしたイメージの写真に仕上げています。こうどこかに遊びに行った時に撮影しようと思っても、例えば子どもの荷物がこう置き換えがあったり、おむつ、替えのおむつ持ってかなきゃいけなかったりで、結構こう自分の荷物以外に大きい荷物を持たなきゃいけない時ってあると思うんですね。でそういう時ってこうカメラ1台とレンズ2本3本って持っていくと、自分の荷物がとても大きく重たくなってしまう、そんな時には僕はこの M 随行デジタル 25mmF1.8、 この単焦点レンズの小さいレンズ、この1本で行くようにしています。自分の荷物をできるだけ小さくしたい、軽くしたいっていうのと、室内に行くっていうことで、できるだけ明るいレンズが欲しいなって思った時に、この 25mmF1.8 のレンズであれば、室内であっても明るく撮影することができますし、ISO 感度、激励が低い場所を使うこともできる。ですので、こう、どっか遊びに行く、どっか、特にこう2人で行くっていう時ですかね、大きく重たい荷物にしたくない時にはとても重宝するレンズになっています。特にこの写真だと、大きい窓が後ろ側にあって、ほぼ半分逆光、ほぼほぼ逆光かなっていうぐらい後ろの光が強いです。で室内は蛍光灯の光でだけですので、あまりこう暗く撮ろうとして、標準の露出で撮ろうとしてしまうと、やはり逆光に負けて暗くなりすぎてしまう。なので露出補正をプラス 1.3 にして、できるだけ明るく撮ろうとしています。でさらにですね、そこにアートフィルターのデイドリーム2加えることで、さらにちょっとふわっとしたイメージを追加していますけども、デイドリーム2っていうのが1の方はこう青っぽい色合いになるんですけども、2の方少し暖色系、ちょっと赤みのかかったフィルターになりますので、こう下の木のぬくもりだったりとか、部屋のこの暖かさ損なわずに撮影ができます。この時にもシャッタースピード優先で撮影していますけれども、室内、そうですね、やはり子供早く走るとかいうことが多い時には、これ500分の1で撮影してますけども、250から500分の1ぐらいで撮影してあげると、ブレずにしっかりと撮影できるんではないかと思います。いやー、こうやって遊ぶとですね、まあ室内もそうなんですけども、
や思わぬ動きをしたりとか、突然あそんな動きするのみたいなことがあるので、こう構えてる時にはこうどっちを見たらいいんだろうと、こうしっかり撮れてるようにこうモニターを見てたらいいか、でも外だから危ないからこう子供を見せたらいいかって、こうすごい悩むことが、ね、よくあるんですけれども、僕はこのモニターをこう下に出してあげることで、カメラをこう下に下ろしていって地面に近い位置から撮ってあげる。で、こう下を覗きながら、こう前も見ながら。で、大体できるだけこう画角をここって決めたら、もう子供の方を見るようにして、たまにこうチラッとモニター見て、撮影して、チラッと見て、撮影して、っていうのを繰り返すようにしてます。やはりずっとモニターを見てると、もしもの時のこう、ワン動作遅れてしまうこともありますし、ただ、モニターを全く見ないとどこを通ってるかわからないってなってしまうこともありますので、できるだけこう両方に気を配りながら撮影をするようにはしています。もうあとはですね、もう、こう、外で遊んでるとき、中で遊んでるとき、まあそうですけれども、あって思った瞬間にやはりシャッターを押したり、で、モニターを見てると、やっぱり一テンポ遅れてしまうことがあるんですね。あ、映った、遅って思うと、遅くなってしまうことありますので、できるだけ子供を見ながら、あ、いいなって思った瞬間にはこうシャットボタンを押せるように、指が動くように、枚数をたくさん取って後からこういい瞬間探してあげるっていう方法を僕は取るようにしています。ただこうザーって連写で撮り続けてしまうと、あとちょっと見るのも大変なので、できるだけこうやはり単シャッターでこうカシャッカシャッって狙うように撮影をしています。子供の目の高さでよくカメラを構える、レンズを構える、言いますけれども、低くする。やはり子供がどんな目線で物を見ているんだろう、どんな遊びをしているんだろうっていうのは、こうやっぱ大人が上からこう見下ろしてしまうとわからない部分っていっぱいあると思うんですね。木のテーブルにこう反射している姿、よく水のリフレクションとかよく聞きますけれども、こういう木のテーブルもですね、米高台付近に吹き割ったとかは綺麗に反射をしています。で、特にその反射も上から覗くよりかは、もうそのテーブルの上にカメラを置いてしまって、カメラを置いてしまって、ちょっとやはりモニター覗きづらいだとか、ファインダーも覗きづらいってありますけれども、液晶を上に持ち上げてあげる、上から覗き込めるようにしてあげることで、ね、しっかりと撮影をしていくことができるようになります。その時やっぱりこうレンズが向かってすると、こうカメラ前に倒れてしまうことがありますので、こうちょっと軍艦部上から押さえてあげて、撮影をすることで、こうブレがなくなっていったりだとか、こう前に傾く心配もなくなってきますので、一回上から押さえてあげて、で、シャッターを切ってあげる。こう上から押さえてシャッターを押すのも一つですけれども、特に右手で押さえてあげて、左手でモニターをタッチする。タッチシャッターでピントを合わせながらすぐシャッターを切る。そうすることで、ピント合わせる時間も短縮できますし、あ、今だって思った瞬間の表情を逃さずに撮影することもできると思います。なので、こう、シャッターを押さなきゃ、シャッターを押さなきゃってこだわらずに、モニターを触って、タッチシャッターで撮影をしてみる。それも面白いんじゃないかと思います。特にこう、室内で撮影をしているとですね、家の中にあるものがこう子供がいつも遊んでいるものだったりすると、やはりリラックスした表情を撮れるようになりますので、やはり撮影することも遊びの一つだと思いながら撮影をしてあげるといいと思います。まあ子供がどう思ってるかちょっとわからないですけども、あ、なんか構えてるぞ、なんか面白そうだぞって思いながらこっちを覗く瞬間ですね、やはりそういうところを逃さずに撮るためには、ちょっと前から構えて動かさずに置いておく。それも一つかもしれないです。この時もそうあったんですけども、もう机の上に置いてしまって、
来るかな、来ないかな、思いながらこう、覗き込むように遊びながら、あ、覗いたぞって思ったらこう、シャッターを切ってあげる。そうすることで、こう、不意に訪れる楽しい顔の一瞬、遊んでる顔の一瞬、撮影していくことができて、どん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 そういう写真が増えていくんじゃないかと思います。やはりこう、写真を撮りたいと思う一瞬は、確かにすごいいい笑顔になったとき、すごく楽しそうに遊んでるとき、そういうときには、あ、撮りたい、今だって思うことが確かに多いと思うんですね。でも、後で、こう大きくなってから見返す、自分が見る、子供が見る、子供が大きくなったときにちょっと見せてあげる。思ったときにはやはりいろんなシーン撮影してあげるのが一つ、僕はいいと思うんです。なので今回の写真展のタイトル、幸せなひととき。このタイトルにしたのもですね、やはりこう、笑顔だけじゃないと思うんです、幸せなとき。その子供にとっても、親にとっても、やはり幸せな瞬間って、ただただいろんなものがあると思います。これはそんな中の一つですね。1歳を過ぎたあたりで初めてこう、唐揚げを食べるっていうことがあったんです。その初めて唐揚げを食べるというですね、これは一体何なんだ。困った表情を見せながらも、やはり興味津々に食べている。そんなところを撮影していますけども、こういうの撮影するとき、やはりこう、邪魔をしたくないっていうのは思うんですね。顔を大きく撮りたいけども、やはりこう、近づいていって邪魔はしたくないな。そんなときは、この M 随行デジタル ED12-40F2.8Pro。このレンズがあると、寄ったり引いたり、自由自在にできると思います。特に最短撮影距離が20センチととても近いので、40ミリの望遠側を使って子供の顔を大きく撮りたい、手のひらを大きく撮りたいっていう時には、とても重宝するレンズです。また、開放絞り F2.8、明るくなっていますので、室内でも ISO 感度をあまり大きく上げすぎず撮影をすることができるので、とても綺麗な絵で撮影をすることができます。特にこう、この写真もそうですけども、逆光気味の時には、露出補正かなり大きく上げることが重要になってくると思いますね。子供から向かって右側、大きいガラスがあって、そこから外の光入ってきてますけれども、その外から入ってきた光で、床が明るく照らされてるんですね。そうするとこう、カメラを普通に構えてしまうと、後ろが明るいので、カメラ暗くしよう、暗くしようと。暗くなりすぎてしまうことがあります。そんな時には、これ、今、プラス 1.7 まで上げてますけども、やはり大きく露出補正を明るく方に上げてあげて、顔が明るく綺麗に映るところ、そこを目標にして露出補正をしてあげるかといいと思います。これこう、雪遊びをしたんですね。雪遊びをしたらですね、なんか雪がとても嫌だったのか、もう、すごいわーって泣いてしまっていた。抱っこすると大体泣き止んだりするんですけども、やはりこう雪の上で遊んでおいでって言うと、慣れない雪の上、初めての雪の上だと、思いっきり泣いてしまってました。すぐにでもこう向かっていってあげたい気持ちもあるんですけども、泣いてるって、そうこの時期だけなのかなって思うんですね。やはり大きくなっていくと、こう少しのことでは泣かなくなって強くなっていきますし、こう自分でわーって泣いてしまうこと、実はすごい貴重なんじゃないかなと思って、こういう時にも近寄りはするんですけども、やはりちょっと写真には残せるなら残しておこう。そんな気持ちで泣いたとしても写真も撮る、動画も撮るようにはしています。この12-40mm の、プロレンズですね。やはり近くまで寄ることができるので、こう望遠側にズームした状態で、こうグッと寄ってってあげると、こういう風に目のこう大粒の涙が見えるところまで大きく寄ることもできます。まあ、ただこの時こう寄りすぎてしまうとちょっと周りの情景が分からなくなってしまうので、そこまで思いっきり目のアップまでは寄ってないですけれども、こう遊びに行ったんだよ、帽子をかぶってスキーウェアみたいな人なら、あ、これはスキーに行ったのかな、
雪遊びをしに行ったのかな。そういうふうにこう状況が分かるようになっていきますので、ちょっと目のアップだけ、口のアップだけよりかは少し周りの情景が分かるような、周りの風景が分かるようなのも入れておくと、後で見た時にいろんなことを思い出せるんじゃないかと思います。で、これ周りが雪なっていますので、とても明るい場所なんですね。で、特に日が出ているとものすごいこう照り返しも強くなってしまうので、あまり長い時間外にいることはできないかもしれませんけれども、外で明るい場所なのでシャッター速度優先、1000分の1秒にしています。で、ただ周りがとても白いのでプラス補正必ず必要になってきます。どうしても白い雪がグレーに見えてしまっていると、ちょっと濁ったイメージになってしまうので、プラス1の露出補正をして、はい、明るめに撮ることを心がけて撮影をしていました。何かを握っている手、歩いている足なんていうのは、やはり意識的に撮ろうと思わないと、やはり撮るタイミングを逃してしまうんだと思うんです。で、どうしてもこう何かを手で持っているっていう時にも、手と顔を一緒に写さなきゃかな、やっぱ顔は欲しいかなと思って、どうしても顔が入ってしまうことがあると思うんですね。そうすると、どうしても写真で見た時に顔に目が引っ張られてしまう、どうしても顔を中心に写真を見てしまうことにもなりますので、これは寝てる時にこう遊んでた子の謎なんですね。ずっと持ったまま寝ちゃったわけです。ふわーって寝ちゃったのであれば、もう寝てて動かないんですか。手のアップを取るチャンスですね。レンズを付け替えて、ゆっくりとこうピントどこにしようかなとか、露出どうしようかなって考えながら、この持っている手、優しく可愛く取ってあげてください。手のアップを取るとか、部分的なアップを撮るっていうのは、やはり止まってないと撮ることが難しかったりします。すごい大きく動いていると手も振って歩いてますし、走ってくる、そんな時に手のアップを撮るっていうのはとても難しいことなので、寝ている時だとか、そういう時にこう手ギュッと握っているところ、ぜひ手のアップ意識を持って撮影するといいんじゃないかと思います。子供は大人が使っているもの、触っているもの、着ているもの、すごい興味を持ち、この写真帽子をかぶってはいるんですけれども、こう本人帽子かぶらせると嫌がるんですよね。これ帽子かぶるってかぶらせると、いやこんなのかぶりたくないって、こうすぐ取ってポイって捨ててしまうんですけれども、大人が使っているものには興味があるので、その帽子が欲しいですみたいな、こう目で見てきているので、持つってこう渡してあげるとですね、こう自分でこう帽子かぶるんですね。なんで大人のはいいんだろうってこう不思議にはなりますけれども、ただこう頭の大きさ全然違うので、こう帽子かぶってしまうと、こんなにこう深くかぶるというか、もう目までかぶ隠れてしまうんじゃないかってぐらいこう深くかぶります。またそれがなんかこう見てると可愛く思うんですよね。こう子供は子供でそれも楽しいことになってますし、見ててもこう可愛く思えてくる、そう思いながらこう撮影をしていました。でその時ついてたのがこの M 随行デジタル12-100mm F4.0 IS Pro、 すごい高倍率ズームですね。 24mm から 200mm までこうズームが効くレンズになりますけれども、この写真 122mm 相当で撮影していますけれども、望遠レンズになってきますので、後ろはこうほんのりボケてきて、撮影したい車体がこう際立つように、浮き立つように撮影することもできます。撮影をしたくなるタイミングっていつでしょうか。笑顔の時、遊んでる時、いろんな時があると思います。その中の一つになんかご飯を食べてる時で、ご飯を食べてるとき、こう食べてるものが映っているのもとても面白いんですけれども、こう僕最近好きなのがですね、こう手づかみ食べて、こう手にご飯粒いっぱいついている。でもそれも気にせずですね、こう汁物があったら、
お椀持って、お皿持ってこう、両手で飲もうとするんですけど、お椀が大きいので、こうおでこまで隠れて しまいながら飲もうとするんですね。なんかね、これはとてもこう愛くるしくて、僕はとても好きなんです。ただ夜、夕ご飯の時にこう撮影しようと思うと、やはりこう、外が暗くなってきたりして、家の中のライトしかありません。そんな時はですね、ISO感度6400。こう、ノイズが出てしまうと思ったとしても、もう、撮れないよりかは絶対撮れた方がいいです。特にブレてしまった写真よりかは、こういう時はブレない方がいい。そこはもう割り切ってしまって、ISO 6400を使うようにしてあげてください。そして、シャッター速度が125分の1。やはりこう、100分の1を切ってしまうと、こう、ブレる心配が出てきてしまう。60分の1とかは本当にブレてしまう可能性が出てしまうので、できるだけちょっとでも、シャッタースピードを稼ぎたい。これ125分の1を使っています。で、そうするとカメラが考えるのはですね、もう、F 値は開放の F2.8 にしよう。そうするとこの ISO 感度をどんどん上げていかなきゃいけない。この時は ISO 感度6400まで上がっていました。確かにノイズがやっぱ心配になってしまいますけれども、撮れた方がいい。その瞬間を撮りたいということで、もう6400になっても気にせず撮影を続けています。ピクチャーモードを変えることで、サイドだとかコントラストを変えていくことができますけれども、その中の一つにモノトーンがあります。写真白黒で見せてくれるモノトーンですね。光と影がすごい強調されます。また同じように物の形にも目が行くようになりますので、色の情報がないっていう時には光の影響を受けたところ、光と影のコントラストの差、逆光で光輝くところ、または物の形、そういうところに目が行くようになりますので、今回ちょっと色を見てほしくないな、ちょっとモノクロにするとかっこよく映りそうだなという時は、ぜひモノトーンを選んであげてください。で、モノトーンを選んだ時にですね、一緒にハイライトシャドウコントロール使ってあげることで、今度はそのモノトーンの写真にコントラストをつけることができるようになります。ハイライトをプラスにしてシャドウをマイナスにする、こういろんな変化がありますけれども、ハイライトをプラスにして、シャドウをマイナスにすると、ぐっとコントラストの高い写真を作ることができます。輝くところはさらに輝かして、影の部分は黒をぐっと締めた黒にして、コントラストをつけたいときには、ハイライトシャドウコントロールを使ってあげてください。まだこの写真、逆光で撮ってます。後ろ、こう、髪が夕日ですごい輝いてますけども、わあ、突然なんですよね。突然こう、なんか、すごい何とも言えないこの可愛い表情をした。こういうこう、何とも言えない表情をした時って、周りにあるこのいろんな色の情報よりかも、とにかくこの目、この顔の表情に目を持ってってもらいたい、見てもらいたいっていう時には、やはりモノクロにしておくと、ここの顔、表情にぐっと視線を集めることができるので、注目させることができるっていう点では、モノクロにして正解の写真だったかなとは思っています。ぜひですね、こう、色合いにこう、とらわれすぎて、綺麗な色探さなきゃ、綺麗な色出さなきゃっていうかは、こう、あ、光が綺麗だな、形が綺麗だなって思った時には、モノトーンにして白黒の世界楽しんでみてください。はい。後ろをこう、犬の散歩をされている方がいらっしゃいますけども、このあのワンちゃんとこの方にはですね、毎日およそこう2日に1回ぐらいは会ってるはずなんですけど、苦手になってますね。最初の頃は全然苦手じゃなかったんですけど、最近ちょっと苦手になってまして、こう散歩をして自分の方に寄ってきたと思ったら、こう慌てて立ち上がって、わーってこう、泣きながら逃げていく。もうそれをこっちはもう、その姿が可愛くてこう笑って見ているわけですけれども、
やはりこう撮影するときにはこうブレないように注意したいですね。あ、来たと思って急げってこうカメラを持ってこう振りながら撮ってしまうと、どうしても手でブラす原因になってしまいますので、もう手ブレってこう小さいじゃなくても自分で大きくブレを作ってしまう原因になりますので、危ないと思ってもこうピタッて止めてシャッターを押す。そういう一瞬の出来事がいつ起こるかわからないです。でこの時にはこう座っている時から撮影をしてましたけども、突然立ち上がってわーって走ってきた、そんな時でもこう慌てずにシャッターを切ってあげて、シャッターを切って、あ、近づいてきたなって思ったら大丈夫だよ、抱きしめてあげる。そういう風に慌てて動かない、それを注意しながらぜひ楽しく撮影を進めてあげてください。みんなでいる時ってやっぱり楽しいですね。こっちも楽しいし、子供にとってはみんながいるってとても幸せな空間なんだと思います。甘えたいし、幸せで眠くなってくるし、まどろんでくるし、そういうこうふんわりした世界を撮りたいな、ふんわりした世界がそこにあるなと思ってシャッターを切っています。こうこれ寝てるわけではないんですけども、こう大好きな毛布を持って抱えながらこう倒れて寝ている、横になってこうちょっと目をつぶろうかな、どうしようかなって迷いまどろんでいる時、まあ多分自分もあの布団に入ってこう毛布かぶってるとこう幸せになっていきますので、すごい幸せなんだろうなってこう見ていますけれども、で子供だけじゃなくて大人も一緒に撮るってなると、やはり大人の動きは早いので、子供が止まってても大人がブレてしまうってことを考えると、250分の1ぐらいにしていくと安心かと思います。やはり ISO 感度高くなってしまいますけれども、そこはやはり気にをしない、まあ、できるだけ低いのが使えたらそれはいいんですけれども、高くなってしまったとしても、ここはやっぱりこの幸せな雰囲気撮影できる方が第一の優先なので、この場合には ISO 感度6400でも撮影の時には気にしていません。最初はこう靴を履いて遊んで歩いていて、で突然なんかね、靴が気になったのか靴を脱ぎ始めちゃったんですね。で靴を脱いで靴下も脱いで、こう自分でこう裸足でコンクリートの上、アスファルトの上を歩き始めました。ただ靴はこうしっかりと前で抱えて歩いていますけれども、こうちょっとうつむかきながらこうしっかりとこっちに向かって歩いていく。画面内をこうスッキリさせるために、子供の後ろですね、すべてアスファルト、コンクリートで埋めてます。ここでこう草とかが入ってくると、ちょっと情報が多くなってしまうかなって気になりますけれども、基本的にすべてをアスファルトで埋めている。少しこう上から、親の目線から撮っていることでアスファルトで埋まっている。そうするとすんなりこうそこにいる子供にスーッと目を寄せることができると思います。こう影も今逆光で手前に影がありますけども、こう影を全部入れてしまうとちょっと影にも目がいってしまうかな、ちょっと情報量増えてしまう気がしましたので、ここは影を切って子供が中心に大きく映るような構図で撮影をしています。またですね、後ろが全部アスファルトのコンクリートになってますので、ちょうど標準露出に近い色合いなのかなと思うんです、このアスファルトが。そうなった時に露出補正 0.0 全くかけなくても少し顔暗くなりますけども、ちょっとこの顔の表情と相まったような逆光の影がとても合っているので、このままで撮影をしました。何か一つのことを頑張っている姿、ぜひ撮影をしてあげてください。撮影をしてあげる、写真撮ってあげる、動画を撮ってあげる、それも見守ることも一つなんじゃないかなと思っています。自分でね、こうズボンをいつも履かせてはあげますけども、何かあると自分でズボンを履きたいと思うわけですよね。ただまだね、足を自分でこううまく持ち上げることができないので、ズボンを持って口を開けて、右手で右足を持って足を上げて頑張ってズボンを履こうとしてます。で顔は確かにこう真剣な表情でこうやってはいるんですけども、ここで顔が入ってしまうと
どうしても真剣にやってるなーっていう顔に写真として目が行ってしまいそうなので、ここはあえて顔は入れずに、その頑張っている手と頑張っている足、そこに注目して撮影をしています。このズームレンズで思いっきり80ミリ相当までズームしています。望遠側にすることで、こう頑張っている姿を邪魔せず、ちょっと遠くの方から手と足が大きく映る位置まで、ちょっと離れたところから寄ってあげるってことをして、そう真剣にやってるのを邪魔しないように、もしかしたらこう近づいていってしまうと、やっぱり吐かせてってその集中が途切れてしまう可能性ありますので、ちょっと離れたところから見守るように撮影をしていました。夜、子供が寝ている姿、ぜひ撮影をしてみてください。電気をつけてしまうと起きてしまうかなとか、あまりこう足音を立てると起きてしまうかな、すごい心配はありますけれども、足音はできるだけこう忍び足でそろそろそろっと近づいていってあげて、電気に関してはですね、本当に少ない明かりさえあれば撮影をすることができます。 OM システムのカメラ、手ブレ補正、とても強力なものが入ってますので、こうベビーベッドの上から下に向けてぐっと手を伸ばして撮影をしてあげる。これでしっかり持ってあげれば、この30分の1秒でも写真としてはブレずに撮影することができます。また本当に、まあ、難しいですけども、1秒のシャッターとかでも何回も何回もトライして、1枚でもブレてないのができればいいな、そんな気持ちで何回も撮影をしてあげてください。またですね、撮影をするときに静音シャッター切り替えてあげることで、静かに撮影を続けていくことができます。メカシャッターだとこうシャッターを初見カシャッ、このカチャッと音が鳴ります。その音ではちょっと起きてしまうかもしれない、心配があるかもしれないですが、静音シャッターにするとその音がなくなります。シャッターを押しても落とせず静かに撮影ができます。静音シャッターセットしてあげることで、暗いところを撮影するときに出てくる AF イルミネーター補助光ですね、あれも出なくなります。弱い小さい光の中でピントが合いますので、ピント合わせて静かに撮影をしてあげる。あ、今日は面白い寝相をしているな、今日はしっかり寝ているな、ぜひこう見に行った時に撮影をしてあげてください。シャッターチャンス、やはりいつ訪れるかわからないですね。今だって思う時、もう少し来るかなって思う時、あ、終わっちゃったって思う時、たくさんあると思います。ただシャッターチャンスが来そうだなって思うタイミングは、いくつかこう考えられるところがあると思うんですね。その中の一つで、僕はこう朝起きた時っていうのが結構シャッターチャンスじゃないかなと思ってます。目がパチッて開いて、すごいはっきりとしたこう寝起きの時もあれば、こうまだぼーっとしてちょっとまどろんだような寝起きの時もあります。本当に素の自然な表情の時ですね。そんな自然な表情を残してあげるっていうのも一つ面白いタイミングなんじゃないかなと思います。シャッターチャンスが来るかなって思えれば、逃さず撮影もできるようになっていくと思いますので、あ、この後いいタイミング来そうだな、ここは綺麗になりそうだぞ、ここは、あ、絶対素の表情で面白いことをしそうだ、この写真はこう寝起きで髪がボッサボサになってますけども、本人そんなこと気にせず、ちょっと寝起きでぼーっとしたままお外見て、まだちょっとぼーっとしてるからフラフラして、それこそもシャッターチャンスになると思うんですね。そういう一瞬の表情を撮るためにも、あ、シャッターチャンスが来るぞ、来そうだぞって思うタイミングをぜひ探して残してあげてください。こう自撮りで自分たちを撮る、こうですね、回してこう自撮りで自分たちを撮りながら歩くのも、よいしょ、こう一つかとは思うんですけれども、あえてそこは自分たちの顔だったりとか、いつも見てるこう自撮りの姿ではなくて、
足元に映ったこのシルエット、影、これだけでも十分その関係性だとか楽しそうにしている姿、何を持っているのか、そういうところよく分かっていくんじゃないかと思います。子供を撮ろうと思って子供が映ってなきゃいけない、その姿の一つとして影ってものがあってもいいんじゃないかなと思ってます。身長差があることもよく分かる、手を伸ばして手をつないでいることもよく分かる、何か子供を撮るってなったら顔を撮らなきゃ、手を撮らなきゃ、体を撮らなきゃ、その実物の何かが撮らなきゃ、映ってなきゃって思うことが多いかもしれないですけども、ぜひその映っているものが欠けてあろうと何であろうと、それは一つの思い出になっていくと思います。ちょうど影っていうとアスファルトになりますので、ピントは全部アスファルトでいいと思います。で、ちょうどピント合わせたのはこの手の部分ですね、手をつないでいるところにピント合わせるようにしています。またアートフィルターのヴィンテージ、特にヴィンテージ3にすることでちょっと緑がかった色あせたような雰囲気の写真に仕上げるようにしました。ただですね、こうやって撮るときちょっと注意をしてあげてください。どうしても右手は手つないでます。で、その後左手だけでカメラを持たなきゃいけないです。で、左手でシャッター切ろうとします。右手は手をつないでいる。やはり危険といえば危険な状況です。で、こう道路で撮影をしている、やはり車が来るかもしれない、なので撮影をしようと思うときには歩かずに止まって、前見て後ろ見て車が来てないことを確認して、歩行者の人が来ていない、自転車も来ていない、危なくないってことを確認してからゆっくりと撮影をしてあげてください。絶対にこう歩きながら撮影をしないようにしてください。歩きながら撮影すると自分はこのモニターだけを見ている状況になってしまいますので、子供も危ないです、自分も危ないです、周りの方たちもみんな危なくなってしまうので、絶対に撮るときには立ち止まって、立って安全を確認してから撮影をするようにしてあげてください。もう多分この1日疲れたんでしょうね。もう髪乾かしながら横になって寝てしまった。そうすると実はシャッターチャンスかもしれないです。暗い中でこう寝てる姿を撮影する、意外と今日気も使いますし難しかったりもします。でもこう明るい中、電気も全部ついている中に寝てしまったら、もうそれは寝ている姿をたくさん撮れるシャッターチャンスです。寝てしまったと思ったらもうすぐにカメラを持ってきて、手を撮ろうが顔を撮ろうが何を撮っても起きない状況になりますので、もうそうなったらぜひこう普段撮れない姿、普段撮れない場所いっぱい撮影をしてあげると、もう普段見れない姿がたくさんカメラに残っていくので面白いと思います。ズームレンズの広角側で撮影をしてあげることで、自分撮りをしようとしてそんなに手が伸びない、そういう状況であってもメインになる被写体とその後ろに映る風景まで広く取り入れることができます。またこのレンズはですね、最短撮影距離が近い、そういうのも特徴になってますので、手を伸ばした位置からすごい近いところに子供がいたとしても目にピントを合わせることが可能になることがあります。この場合も自分が頑張って手を伸ばして、こう顔が入って、ちょっと手が入って、後ろに大きく水槽が映って、だいたい30センチぐらい子供から空いてますけども、30センチも空いていれば、しっかりとピント合わせることが可能になります。大水槽の前で撮影をしていると、光源っていうのはだいたいこう水槽に当たっている光、水槽に対して上から当てている光で、自分たちに当たるのはその水槽からこう漏れてきた光になりますので、こう色としてはだいぶ青い色合いが帯びていると思います。で、オートホワイトバランスでもその青い色合いってなかなかうまく処理ができない、撮れなくて、こう撮った写真が青っぽい写真になることが多いんですけれども、 OM システムのカメラに入っているホワイトバランスの水中モード、この水中モードにセットしてあげることで、その青っぽい海が
取れてスッキリとして色合いになることがあります。もともとこの水中モードはダイビングをして水中写真を撮る方たちが使うようにこう設計されているモードなんですけれども、こう大水槽の前で撮るときとか、こういうときでも水中モードにしてあげることで、その青み、水の青みが撮れて、すっきりとした色合いで映ることがありますので、ぜひ試してみてください。夏が近づいてきて暑くなったりだとか、夏本番、ものすごい暑い時期だっていうのは、例えば庭先でプール遊びをしたりとか、ホースで水をかけてあげる、水遊びをする、またはちょっと川に行って、川の水で水遊びをする、川遊びをする、そんなことも増えてくるかもしれません。そうなった時に、こう子供が遊びに行っている、自分もカメラを持って近づきたいけども、やはりちょっとカメラが濡れてしまって壊れるっていうのがちょっと怖い。じゃあちょっとカメラ壊れちゃうから自分はこう水には行かないで遠くから見てるよっていう方も多いかもしれないですけれども、OM システムのカメラの中には、カメラのレンズにも防塵防滴性能を備えているものがあります。その防塵防滴性能を備えているもの同士の組み合わせであれば、おそらく子供から水をかけられる程度、バシャバシャバシャってこう、水をかけられる程度であれば、問題なく動いてくれると思います。ただ、防塵防滴性能であって、防水性能ではないので、水につけてしまったりすると壊れる可能性が出てきますので、そこだけはちょっと注意をしてあげてください。水が上から被る、水をかけられる程度のことであれば、しっかりと壊れることなく動いてくれると思います。このレンズ、35mm 換算、24mm から200mm。200mm の防塵防滴性能を備えたレンズになります。この 200mm 相当のレンズで、ちょっと離れていても手元を大きく映すことはできますし、また防塵防滴性能ありますので、こう水面すれすれまでカメラを、レンズを下ろしていって撮影するってことも可能になります。水面すれすれで撮影してあげることで、水の反射、リフレクションだとか、手が水に浸かって何か遊んでいるところ、そういうところもしっかりと撮影することができますので、今ご自身が持っているカメラとレンズが防塵防滴性能を備えているかどうか、ちょっと確認をしていただいて、防塵防滴性能を備わっているレンズとカメラの組み合わせであれば、水遊びをしているところの撮影だとか、ちょっと汚れた、手で汚れた状態でカメラを触るってことも気にせず、いっぱい撮影をしてあげてください。そうすると今まで撮ってなかった、撮れなかった部分もたくさんいい写真が撮れていくと思います。子供の撮影っていうとこう日々いろんな表情を見せてくれる子供たちをいろんな親からの目線、おじいちゃんおばあちゃんからの目線、たくさん大人からの目線で撮ってあげてください。それは今可愛い姿を残しておく、それを後々思い出として見る、それは自分たちの思い出でもありますし、子供たち自身が大きくなってから見返す思い出でもあると思います。ぜひ子供に寄り添っていろんな写真残してあげてください。